早く伝え、月のうさぎ。さあ愛のエナジー、今こそ一つにして、もう一度随分と月が綺麗だな。なーるな。ルナ。これもま平和な証拠か。このエナジーは。ねえアルテミス、何？どうしたっていうのよ。こっちだ。遅れるな、ルナ。もう。何よ、ヌメランドじゃない。こんな時間に来たってしまってるわ。みなこ、起きろよみなこ。何よアルテミスって。5時45分。もう脅かさないでよアルテミス。みなこ、聞いてほしい話があるんだ。何よそれ。昨日の夜のことだ。すべて
本当のことだ。またアルテミス、笑えない冗談はよしてよ。今私眠いんだからさ、お化けの話また今度ね。おやすみ。忍者っ子。へえ、特訓。そうだ、ルナとも相談したんだが、僕らが見たあの影はどう考えてもただごとじゃない。どうも嫌な予感がするんだ。はっきり言ってしまえば。新たな敵？そうだ、その可能性は否定できない。そこで万一の事態に備えて訓練が必要だと思うんだ。そんな、アルテミスの考えすぎよ。考えすぎであってほしいとは思う。だけど、備えあれば嬉しいなか。憂いなしだ。とにかく今日の放課後、氷川神社裏に集合だ。みんなにも伝えておいてくれ。僕がそれまでルナと一緒にもう一度怪しい気配を感じたあたりを調査してみるよ。愛と正義のセーラー戦士としてやはりサボった。